今回もいおりひなのさんにご出演いただいております。のりさんいかがでした？親しみやすいですね。確かに。なんだろうね、なんだろう、初めなんかちょっとドキドキしたんですけど、うん、話したらこんな親しみやすい人ってなかなかいなくないですか？ちょくちょく出てくる関西弁が私はすごい嬉しい。あ、そうそうか、自然いいんでしょうね。なんか身近な感じがするな。前回は初体験の彼氏さんとの馴れ初めなどお聞きしましたが、うん、今回は合体エピソードを教えてほしいなと思って、うん、合体エピソード、はい、もうその初体験の最初の彼氏は別にそんななんかハードなことはしたことなくて、うん、なんか変わったこともなかったんですけど、うん、普通のなんか純粋風みたいな感じで、もうなんかその後に付き合った人が割とちょっとエースだったっぽくって、なんかこういろいろなんだかんだこう扉を半開きにされた記憶がありますね。扉を半開きと全開じゃないのね。全開じゃないんだ。少しだけ開けて、あ、私の中にこの扉があったんだだけ気づかせてくれた。いいですね。何されたんですか、具体的に。なんかこう合体してる時にスパンキングだったりとか、こう首絞めとかなんかがあってですね、こう最初は別にそんな人に見えなかったので、そう、別に何も知らずにお互い付き合ったんですけど、スパンキングされるって言う、スパンキングしていいって言うんですか、でもいきなりパーンってくるわけですか。いきなりパーンでした。していいって聞くのはセンスがないんですよ。いや多分それは思いますね。聞いちゃんだ、聞いちゃダメ、絶対聞いちゃダメ。知らねえわ、聞いちゃダメだ。そりゃそうですよ、やるでしょそれは。あ、そう、もう黙ってパーンなんて、ね、黙ってパーンまで行くとさすがにあれなんだとは思うんですけど、その人は多分加減が絶妙で、ちょっとずつちょっとずつみたいな、一回弱めにちょっと叩いて、あ、いけるなって思ったらちょっとずつ強くしてみたいなのが多分上手だった。あ、でもそこで会話してるんですね。もう、あ、そうですね。だからそうです、叩いてやった方がいいんですよ、ちゃんと叩いてやった方がいいんですね。ゆっくりパンキングが、そうですね、なんか最初からあんまり嫌とかはなくて、そういう人もいるんだぐらいの、へえぐらいの世界線だったんですけど。途中で痛いとかなんかやめてとか言わなかったんですか？あんまり、その、まあ、痛いなはあったとは思うんですけど、やめてくれとは思わなかった記憶ですね。え、結構痛み強いタイプですか？そうですね、そこそこ多分。そっか、あ、そうなのね。それやめてって言っちゃうと、その彼に悪いような気がするから初め我慢するってこと？あ、別になんかやめてって思ってないから言ってないだけというか。あ、そうなんだ、はい、そうです、そうなんだ。エースの人の気持ちは全然わかんないわ、もうごめんね。でもその影響もあってか、今はプライベートで SM をするようになりましたね。あ、彼が半開きにしてくれたからね。そうそう、半開きにしてくれたので。プライベートってSM プレイってどういうことですか？それこそこういわゆる SM クラブに在籍してる女王様にお願いして、なんかこう家に呼んだりとかホテルに呼ぶタイプの女王様なんですけど。ちょっと待って、え、女王様を家に呼んでるってことですか？とか私はまあホテルとかに呼んでしてもらうんですけど、いいな。こうバチボコ大会を開いてます。近所の隣の人びっくり、隣の部屋の人びっくりするよね。なんで、まあ、ただやっぱ家だと狭いのでムチ振ったりとかが難しいので、広いところを探したりはしますね。あ、すごいプライベートでですよ。そうですね。あ、そうなんだ。え、女王様ってもう初めから女王様で来てくる、それともなんか、あ、なんとかさんっつって切り替わるの？人に多分よるとは思うんですけど、私が今お願いしてる方はこうなんていうか割と私服のまま来て着替えて、さあ女王様やりますみたいなタイプです。へー、あー、すごいね。呼べるんだ、プライベートで。呼べます、呼べます、後で教えてもらおう。ねえ、バチボコすごい、ね、バチボコ大会って何なんですかね。こうなんかこうそれこそ私は痛いのが好き、痛い楽しい、もう一発みたいな、そういう SM をよくするんですけど、うん、その足にあざまみれ、ね、あざ作ってもらったりとか、こういろいろやってもらって、あとはまあまあその女王様が SM バーとかにも勤務されてるので、フラフラっと遊びに行ったりとかしてます、ね。SM バーってどんなことできるんですか？なんかこうそれこそスタッフさんとこう縄とかムチとかで遊べたり、お客さん同士でプレイする方とかも結構いらっしゃいますね。なんかバーでそのなんか自分の性癖を全開きにしてなんかこうしてるっていうのが想像できなくて、なんかそういう SM の話とか、まあ、エッチな話もできるバーぐらいの無理というか。あ、いや、すごい。SM よく分かんないんですけど、はい、バチボコンされるじゃないですか、はい、
そこでその行ったりはするんですか。私は割と楽しいに変えちゃうからあれなんですけど、これを気持ちいいに変えることもできはするので。ただボコボコにされて終わりな感じ。ブレイキングダウンとその境が分かんないですもんね。そうですね。そのなんていうんですか、その射的なものがあったりとかっていうわけじゃなくて、バチボコされて終わりですか。そう、私はあんまりなくて、そのあざができたことがまあ最後というか、なんか筋トレしてる人の感覚と私は似てると最近気がついて、筋トレ後の筋肉痛ってあるじゃないですか。 あれすごいなんかこう嬉しい、頑張ったなっていう、そういう私は終わり方です。そうかそうか、ジムにお金払って筋トレして痛いなんて言って、そうか、それで一緒だそれでそれで納得しました、やっと。よかった、はいはいはい。そんないおりさんには今回ランキングをご用意いただきました。タイトルお願いします。はい、忘れられない作品ベスト3です。来ました。あ、すごそうだなすごそうな、ね、こちらはどんなランキングでしょうか。はい、今デビューして1年とか1年半ぐらいなんですけど、うん、大体これまでに 6,70 本ぐらい撮影させてもらって、ありがたいお話で。そうなんです。すごい。疲れ知らずなので、それこそ日付が空いてるとオファー全部受けちゃう体質で、そのまあ撮った中で面白かったのを3つ紹介できた。1ヶ月にどれぐらい撮ってるんですか。まあでも平均 4,5 本とかで。4,5 本ですごいね。だからそう、すごいよ。そうですね、プロ野球でも1年で60試合投げたら、やっぱ翌年投げれなくなるんですよね。50超えるとやばい。すごいね。専属開けた後がちょっと忙しくさせてもらって。いやだから俺本当今度から牛丼屋さんのアルバイトの人もうちょっとなんかすごいね、見方が変わってくるよ。あっちの方がいいんじゃないかなみたいな、ね、結構おかしいタイプの人ではある。そうだけできるんだもん。では忘れられない作品第3位をお願いいたします。3位が女子高生中っち20連発ですごい、ね、とんでもないドストレートが来たというか、うわすごい。そうですね、20連発って花火だもんね。そうですね、花火でたまにあるぐらいのやつでしょ。これ聞くまでもないんですけど、どんな作品なんですかね。聞くまでもないよね。割とガチなこう本物だったんですけど、その男優さん4人と私の5ピンでこうやっぱりそうこういうハードなものってこうがたいのいいこうちょっとこわもてな男優さんがどうしても揃うので、なんかもうこれ私カメラに映ってるみたいな思うぐらい、なんかこうちっちゃい女の子がいじめられるみたいな。もう撮影ほとんどもう足浮いてるみたいな。そうです、もう本当に地に足ついてない状態で。すごいね。その時ってどうなんですか。でもこうベッドにそれこそ放り投げられたりとか顔踏まれたりとかもあったんですけど、結局私はそれを楽しいに変えれちゃうので、もうなんかこう割とウキウキで帰ってきて、次の日マネージャーにそれこそ心配されたんですけど、大丈夫でしたみたいな。心配しますよね。なんか楽しかったんで、素直に楽しかったですっての天気に言ったら、だからその楽しいに変えれるっていうのが才能なんだろうね。そう、多分そうですね。このプロとの差というかね、その素人との、そうです、楽しいに変えれるってすごくないですか。やっぱ牛丼屋も楽しかったですか。あ、そうですね、割と楽しかったですよ。そういうことですよね、やっぱり、はい、何やっても大丈夫の方。何やっても大丈夫の方。そうだね。では第2位お願いいたします。はい、ちょっと題名長くてざっくり言うんですけど、はい、私のレズ解禁者です。おなんですよ、ずっとなんかやりたい撮影の中にレズは入れてて、でこうレズが好きですって言ってたら、こう木下ひまりさんと関口光葉さんとやらせていただくことになって、うん、みたいな。やっぱりレズって何が違う、どの辺が違うんですか。やっぱりでもなんかこうどこを見ても可愛いわけじゃないですか。可愛い女の子が目の前におるっていうだけでやっぱ嬉しいですし、なんか幸せでしたね。これで自分も出張しなきゃいけないじゃないですか。だからなんかそのもう可愛いだけじゃやってらんないというか、なんかもともと女の子も大丈夫なタイプの敵なので、あ、そうなんですね、あんまりこうなんかこうこんな私はこんな贅沢な撮影でお金をもらっていいのかと思いながら撮影して、そんな感じなんだ。そうですね、もともとそのデビューされる前から女性との経験もあったんですか。経験自体はなかったんですけど、はい、別にそのなんか
なんていうか女子は恋愛対象にならないとこもない。ああそうですね、そんな変わったんですね、はい、かっこいい人が来るよりかは可愛い子が来た時の方が従業員側はざわつきます。へあの子可愛くないみたいな。まあそういうもんなんだね。では栄えある1位をお願いいたします。1位は、私のデビュー作ですね。お、はい、ちなみにタイトルは入れちゃいます言いながらでいいです、はい、新人がデビュー18歳のイオリヒナの奇跡の時給1000円アルバイトちゃんっていう、全員アルバイトちゃん、なんか盛りだくさんな内容だったんですけど、タイトルにちゃんがつくとはね。そうですね、珍しいんじゃないですかね。可愛いね、1000円アルバイトです。そうですね、こちらはどんな作品でしょうか。なんかこう普通のまあよくあるデビュー作ってドキュメント的な、まあ、その子のなんていうか性格だったりとかっていうのを表現したものになるとは思うんですけど、私は割とあまり緊張しないというか人見知りでもないので、このノリでこういろんなメーカーさんに面接回らせてもらって、でグーゼムーディスさんからデビューさせてもらえて、送られてきた台本が喋れない無口な女の子のキャラで、はあ、キャラがもう決められてたんですねそうなんですよ。そうなのね。なのでなんかこう逆にもドキュメントっていうよりかはもうイオリヒナのは喋れないキャシなんかこう寡黙な女の子可愛い子って思いながら現場に向かいましたね。で店員アルバイトちゃんの仕事は何だったの。あそれがその牛丼の。牛丼牛丼で行くんだ。そうです。あ牛丼で行ったんだね。へえ、まあ、やってることあるからいいよね。まあそうですね。そうだよね。上京しても安心ですよ。うん、そうだね。即戦力ですからね。そうそっかそっか、やっぱデビュー作が忘れられないっていうことなんですね。そうですね、やっぱ印象的ではありました。それこそ 3,4 本目ぐらいにやっと喋れるようになってきて、うんうんうん、そうなんですよ。だいたいそれぐらいからなんかこうあの出していいよみたいなになりますよね。 そろそろ私喋っていいですか、うん、みたいなツイッターとかでもやっとそれぐらいからなんかそんな事情があるんですか。そうですね、関西弁ゴリゴリのツイートをボソボソつぶやくようになったのを覚えてます。だから慣れてきてからちょっと自分を出していくっていう。あ、そうですね。以上忘れられない作品ベスト3でした。一人組手事情もお伺いしたいと思います。直近1週間で何回されましたか。あんまり私一人ですることが正直なくて、それこそなんというか、まあ、撮影があって、でさらにプライベートで SM をしに行くので、うん、確かにそうですよ、そうなんですよ、満たされてる、基本満たされてるので、これが例えば撮影がめっちゃ続いて SM ができてないとかだと多分もしかしたらするかもしれないんですけど。あ、バランスがあるんですね。あ、そうですね、なんかこうグズグズ。一人組みの時に腹パンするさ自分で。一人の時はしないしないですか。はい、一人の時は、そう、一人の時は今週のゲストゆりひなのさんでした。ありがとうございました。